にかくこととにかく明るい安村さんの笑える動画をご紹介します。英国で堂々と笑いを取るパフォーマンス動画より生きた英語を一緒に勉強していきましょう。今日は最初にパフォーマンスの動画、また最後に審査員のコメント動画もお見せしますよ。早速動画をどうぞ。 What is your name and where have you come from? I'm Tony Kaku. Where are you from, Tony? Japan. Oh, I love Japan. Yeah, Tony Kaku, Japan. And what you're doing for us today, is it your day job? Yes. Do you want to just get on with it? Okay. My dance never seen before. No. Oh, hello! I'm wearing pants. Yes. But I can pose naked. Oh, okay? No, don't. No, thank you. どうですか？聞き取ることができましたか？今日取り上げたい文章はこちらです。 Get on with it はすぐに行動を開始するという意味があります。とてもイギリスらしい英語表現となっています。 Let's get on with it before it starts to rain で、雨が降る前にさっさとやっちゃおうよみたいな感じで使えますよ。アメリカ英語ですと実は若干ネガティブな意味を持つフレーズになるんです。 Get on with it alreadyI don't have all day. さっさとやってよ。一日中時間があるわけじゃないんだから。のような意味ですね。ではこれより審査員の反応を字幕付きでお見せします。が、今後も旬のトピックで生きた英語を学べる動画をどんどん作っていきますので、ぜひチャンネル登録といいねを押していただけると嬉しいです。本題に戻り、審査員の反応動画をどうぞ。Bruno, what did you think? Listen, I have to say, you definitely have balls. Great. What can I say? To have balls で度胸があるという意味になります。 Balls は睾丸の意味なんです。睾丸を持っているで度胸があるというわけです。 You have some balls talking to me like that. そんな風に私に話すなんて度胸があるじゃないのような形で使われますよ。ぜひ使いこなしてみてください。以前石原さとみさんの国籍を当てようとアメリカ人が奮闘する動画も出しています。笑いながらさらに英語を勉強されたい方はリンクも貼っておきますので一緒にご確認願います。今日はありがとうございました。またね。ありがとうございます。 No, ありがとうございます to you. Yeah, thank you. Oh my god.